どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回は Amazon 初売り最終日ということで、まだ間に合うおすすめ製品と、まあ実際に売れた製品ですね、紹介しつつ、最後にね、まあ安くお得にまあ買うための方法っていうのも簡単に紹介しようかと思いますので、ぜひ最後までね、ご覧いただければなと思います。初売りね、まあ最終日なんですけども、じゃあどの製品をね、買ったらいいのかっていうね、まあ主に僕が紹介するのはガジェットなんですけども、まあ日用品とかも結構こういったセールの機会に安くなるので、まとめ買いがね非常におすすめですので、どれ買ったらいいかなみたいなところをですね、まあ僕も迷うとかあるので、これいいんじゃないかっていうのをぜひシェアしたいかなと思いますので、ぜひコメントとかでも、いやこの製品安いですよとか、いやこっちの方が安いんじゃないみたいな、もしあればですね、よかったよとかコメントもいただければなと思います。で、普段はプル製品のレビューとかを結構まあ正直にね、動画で話したりとかレビューしたりとか、今回みたいにね、もう一個前回動画もあるんで、それもね見てほしいんですけども、こうやってやっぱ買った方がお得になるよっていうね、情報絶対こっちの方がいいみたいなねありますので、そういった動画をこれからもね見逃したくないなって方は、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ということで、ね、早速いきたいと思うんですけど、今回も10個以上あるかなっていうところなんですけど、 Amazon見ていきましょう。まず一つ目がロジクールのワイヤレスマウスとキーボードのセットですね。4941円で、こういったまあ結構セット購入みたいな面白いなと思いました。で、このキーボード自体は使ってるんですけど、これめちゃめちゃいいです。このキーボード自体も3000円とかかな、ちょっと若干高いのか今でもね。このマウスはね僕使ったことないんですけど、すごいコスパがいいみたいなところはありました。このキーボードに関しては3000円なんですけど、これ全然いいですね。持ち運んで結構カフェとかで使ってるんですけど、まあ Bluetooth 接続できて、ここで簡単に端末の Bluetooth 接続を変えれる123、まあもちろんね OS は全部いけますね。ショートカットキーもちろん変える、まあコマンドとかね全部コントロールが入ってるんですよね。はい。で、デバイスの切り替えもめっちゃ簡単です。123って3つ、ちょっとちっちゃめではあるんですけど、まあ3000円なんで、ね、ちょっとチャッチ感あるけど、なんか普通に打つにはね正直十分かなっていう、電池なんで意外とこう充電が切れるみたいなことってねあると思うんですけど、これあんまな、これがいいかなと。電池式スイスブランドなんだね、ロジクールって。知らなかった。2年の保証で、これコスパでもめちゃめちゃいいなって思います。他のまあカラー変えたらね、結構価格上がるところはあるんですけども、めっちゃおすすめです。まあセット。まあマウスもね、結構見た感じ良さそうなので、1800円。コスパね、これめちゃめちゃいいと思います。正直ね。安くて、まず使ってみたいんだったらありかなと思います。結構持ち運んだりするので、僕も。続きましてが、アンカーの UFI スマートスケール P2 Pro。これまあちょっと買おうかな。まあアプリで、このフィットビットとか、まあ体脂肪率とかね、いわゆる体組成系っていうのが、まあ乗るとね計測されるってやつで、デザインもまず普通にまあいいっていうのもありますし、すごいね、この人型のなんか撮れるらしい 3D のやつ、はい、16指標を、まあ、Wi-Fi 経由だと思うんですけども、まあ、スマホでこう見れるっていう。そうなんですね。アプリも起動しなくてもうほんマジで乗るだけですね。で、 Apple Health とかと連携とかもできるので、高感度センサーって書いてあるけどね。はい。で、 3D モデルっていうのも作れるみたいです。まあ、これがどうなんだろうね、どこまで正確か分かんないんですけど、まあ、防水もあるので、まあ、全然お風呂場とかでもねちょっと濡れるぐらいなら大丈夫なんじゃないかなと思います。 2kg 150キロまで大丈夫なのかな。はい。で、登録人数が制限がないので、まあ、いろんな、まあ、ご家族でこう使うっていうことも非常にいいんじゃないかなと思いますけどね。デザインもいいし、これでもちょっとなんか親にあげようかなみたいな感じではあります。プロモデルがいいっていうね話があるんで。3つ目がアンカーサウンドコアのモーションブルートゥースピーカー。うん、これなんか売れてましたね。ハイレゾで対応、まあ、結構低音とかが強い、まあ、ちょっと多分ね、Bluetooth スピーカーにして大きめだった気がしますね。で、防水が IP7 なんで、結構お風呂とかでいいんじゃないかなと思います。結構ボチャンと落としちゃっても大丈夫なので、イコライザーカスタマイズしたりとか、まあ音が多分結構ね、大きい分、ずしずし来る音なんじゃないかなと思うんで、で、12時間のプレイタイムなんで、まあ外とかでも多分ね、キャンプとかそういった場合でもいいんじゃないかなと思います。はい。まあ保証も十分あるっていうところで、1500円ぐらいオフですね。これでもさ、まあ、ちょっと前にあったの。これでも僕初めて見ましたね。こんなんあったんだと思って。まあ、坊主とかももちろんあるんですけど、ちょっとまあ安いモデルが確かがサウンドコア2とか、まあ、1キロあるんで結構まあでかいんじゃないかなと思いますね。軽めがいいんだとこのサウンドコア2とかがこうコスパもいいんじゃないかなと思いますけど、ベストセラーになってるし、こっちもまあ結構お手軽かなと思います。おー、でも安くなってるな、だいぶ。2000円か。結構安いな。2000円引き。はい。で、続きまして、アイリスオーヤマ炭酸水、強硬炭酸水24本。ラベルレスがやっぱいいですよね。環境のためにもいいだろうし、シンプルでいいですよね。
ゴミもなんか分別とかなんか取らないといけないみたいなね、なんか場所地域とか多分あるじゃないですか。炭酸へのこだわりすごいな、粒が大きい炭酸は。大分のこのね、新田市っていうやつなのでなんかわかんないけど美味しそうです。ゴミの量が減らせる、まあまあそれは確かに、まあ、分別とかもね品質重視、まあ、国産のこだわり、田市の美味しい水なんでこれいいよね。53円で安いよな普通に。ピーピーリーとかまあアマゾンブランドもあるんだけど、なんかね多分あんま美味しくないあでも安いねやっぱね。うん、まあたまにやっぱセールしてるみたいですけど、まあほぼやっぱ最安ですかね。ウィルキンソンとかもあるんだけど、これも炭酸水とかね結構やっぱ売れますね。アイリスオーヤマの炭酸水とかあんだと思って、普通の炭酸水です、ね、はい一番安いコスパいいっていうね感じでした。続きまして、これまあセール対象とかじゃないんですけど、まあ売れたやつで、まあ訳あり品なんですけど、緑茶がこれね 50% オフクーポン、まあ15日までこれいけるんですけど、1000円ぐらいだったかな、確か999円とかなんのかな、24本で。はい、まあこういうのもね、まあ、僕コミュニティ欄でたまにシェアするんですけど、濃茶とかね、これどうだったかな、これもうクーポンねえや、なんか 50% オフクーポンとかやっぱあって、マジでおすすめなんですよね。このなんかクーポンっていうところで見えるんですけど、ここで、はい、まあ、こんな感じで出てくるので、いろいろ人気のクーポンとかね、まあ、またこれちょっとセールが終わったら、シェアしようかなと思います。こういうのもあるんで見てみてください。で続きまして、実際持ってるんですけど、 ESR のキックスタンドワイヤレス充電器で、 iPhone12 からですね、あのマグネットでくっつけてこの充電するっていうのができるようになったので、ここでくっつけて、でスタンドとしても使えるっていうねところで、ケーブルこれ取り外せるんですよね。純正のマグセーフ、アップルのやつは取り外せないんですけど、でデザインが結構普通に良くてかっこいいんですよね。 IF デザインね受賞してたりとかで、マグセーフここでくっつけて充電できて、でもちろんこれ充電しながら使うこともできます、まあ、スピードもなかなか速いですけど、まあ、ただちょっとやっぱ純正じゃないんで発熱が気になるときはやっぱりあります。で、まあ、使いながらこうねいけるで、角度調節とか、そうなんですよ、これ接続がねタイプ C でできるんで、これが非常にいい。でまあまあ長いし、ケーブルも持ち運び、はいって感じですかね。12、13、まあ12以降12、13、14だったら使えるんで、まあマグネットリングとかつけてもらえばね使えるんですけど、もちろん Android とかでも600円引きぐらいか、まあ、安いですね普段よりは全然。でシエラブルーとかこういうのもあるんでおすすめですね。はい、あこれもおすすめだけどね。続きまして、 CA4 ノバポートのクワット 65W ですね。前の動画のやつよりはちょっとポートが1個増えたのかな、こっちの方が。これもねなんか結構売れてましたね。まあ小型で、まあこれもあの日本のメーカーさんなんですけど、 CIO っていう自動でまあ振り分けたりとか、 65W あるんで、まあ、MacBook Pro とかも全然大丈夫ですね。あと 20W で多分分割して iPhone とかだと、まあ、パソコン2台もまあ 30W 出力できるんで十分かなと。まあもちろんあのねいろんな iPad とか Switch とか何でもいけるんですけど、ただやっぱちっちゃいっていうねこの卵と変わらんっていうのがね素晴らしい。まあ、充電早め表とかね、まあ振り分けとかあると思うんですけど、 MacBook Pro 最大 67W いけるね。まあ、やっぱデザインがね結構いいんですよ。 100g か、あでもあんま変わんないね2ポートのやつと重さは感じで。ちょっとホワイトは安くなってないんですけど、4980円か、安いと思う普通にこれ。うん、普段よりそうですね2000円ぐらい安いもん、うん、これはいい、なかなかいいんじゃないかな、うん、まあ、小型 30W MacBook Air とかこっちとか、はい、まあ、2ポートだけだったらこれとかもあるんで、まあ、値段的に見て今のやっぱ買った方がいい気がしますけどっていう感じですね。 CIO さん、ラミカルのマグセーフリング、これちょっと一回なくしちゃって買ったんですけど、またこれちょっともう何回も紹介するんで簡単に紹介しますけど、僕紹介したのもあってね、まあ、案件っていうのもあるんですけど、あの結構売れてましたね1日10個ぐらい売れてたのが、まあ、リングでこう、まあ、マグセーフつけれて磁石で、はい、で付属のリングもついてるんで対応してないスマホでも全然大丈夫です。で360度回ります。これがめちゃめちゃいいです、片手操作。ただなんか女性のコメントでなんかここがちょっと広めなんで使いづらいですよっていうことはあったみたいですけど、まあでもこれ人によるのかな。でスタンドとして使えて、まあ、いろんなこう角度で使えますよっていう感じですね。ラミカルさんのやつで、カラーも結構いろいろあるんで、うん、ぜひね、ついですね。あ、というかそうだ、クーポンコードあるんで、あの、貼っときます。1799円になりますんで、クーポンコード入れると、これ使ってください。最安です、もちろん。なりますんで、アンカーのやつもね、安くなってたんで、黒は確かね、クーポンなかったのかな。この 15% オフクーポンっていうのはあるので、まあ、もしアンカーのやつが良かったら、こっちもおすすめかなと思います。まあ、僕は、さっきのラミカルの方が
好きなんですけど、こっちはまあ固定されて若干この指のところがまあ狭くなってるんで、フィット感はまあどうだろうあるかなっていうところですね。まあ、マジここら辺好みの問題なんで、まあ、デザインとかそういうので決めてもらえばいいかなと思います。まあ、新島とかねこういうのもありますし、続きましてこれなんか売れてたのはラベルレスの健康ミネラル麦茶。これはなんかやっぱうまいっていうことでね、なんか売れてたね。カフェインレスで、まあ、メーカー品なんでね、やっぱり美味しいっていう風なあれが、冬もミネラルこれですね、鶴瓶さんが出てるやつかな、600ミリで、あ、玉ひよ、そうだね、この赤ちゃんとかにやっぱカフェインレスがいいんだろうね。はい、てかもうこれ美味しいもんな、普通にめっちゃ安くなってるね。カフェインレスのやつちょっとやっぱ高かったりするんで、あ、すげえ安くなってるな。400円500円ぐらい安くなってる。あり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 、全然美味しそう。てか夜間品質これもね、昨日の動画で言ったんですけど、このクレイクリームシャンプーも結構まあなんか売れてて、ましたね、というか結構見られてた。このシャンプーじゃんデザインもね、まあ、いいんですけど、もうシンプルに言うと、もうすごいナノクレイなんで、もうヘッドスパみたいな感じなんですよね。炭みたいな、ちょっとこう海藻ベトっとしたような黒いシャンプーなんですけど、すごい泡立つ感じじゃないけど、なんか使うとねめっちゃ髪サラサラなんだよね。これは分かんない、よく分かんないけど、髪のプロが選んだ愛用したいシャンプーみたいなね。はい、まあ本当かどうか知らないけど、これ落としつつその補修するっていう感じですかね。なんかシャンプーというよりか、なんかもうこれ1個で全部いける感じなんだよね。なんかシャンプーっていう言っていいのかな、これなんか新しいジャンルのような感じがします。使って思った感じ、気持ちいいとかね、うん、なんか頭気持ちいいんだよ。ヘッドスパ知ったみたいになる、本当に。これはおすすめです。これもね前回紹介したエコバックスのディープボットN8 プラス、まあ、全部盛りのロボット掃除機なんですけども、まあ、もちろんアプリで操作とかできて、まあ、大人気ということで、エコバックスってね、まあ、なんかあんま日本で知られてないかもしれないんですけど、一応世界シェアだと2位っていうか、多分あのアイロボットのルンバの次らしくて、しかも今かなり飛ぶ鳥を落とす勢いっていうか、かなり売れてるみたいですね。てか実際まあ使ってるんですけど、あのめちゃめちゃ賢いっていうか、この会社すごいんですよ。20年ぐらい前からって確か調べたら、で特許もなんかね1000個ぐらい持ってて、かなりねえぐい会社です、実は。っていうかなんか頭いいもん使ってみたけど、明らかに全然あのルンバよりいいです正直言うと、まあコスパがいい、うん、性能的にもいいし、はい、てか国内サービスもすげえしっかりしてんな。まあ声で音声操作とかもできるし、でこのゴミの自動収集機っていうのが入ってて、まあ、ゴミを取ってくれる、ロボット掃除機のこのゴミを吸い取ってくれるっていうのはもちろんなんですけど、あと水拭きとかもできるんですよね。自動ゴミ収集機で全部ダストボックスを、そうですね、まあ大体1ヶ月か2ヶ月ぐらいかな、で捨てていっぱいになったら捨てるっていう感じで、あと水拭きもね対応してるんですよ。でこれまあとりあえず1であれば全部何でもいけます。で結構衝突感知とかあるんで、まあ、安い掃除機だとねやっぱり掃除機はガンガン当たるんですけど、めっちゃ静かです。当たんないんで、てかね頭いいんだよね、シンプルに。一応ねレビュー動画で、はい、まあ、こんな感じで、ね、全部アプリ上でどこ掃除したかって分かるんですよね。これすごいでしょ、リアルタイムでこういうの見えるんで。ちょっと1年くらい前の案件動画なんですけど、クオリティがちょっと今と比べて低いけど、まあ、ちょっと内容はねすごい全部あるんで、もしよかったらこれ見てください。使いやすいとかね、はい、全部エコバックスについても説明します。で続きまして、あ、そうだ、で一応上位モデルみたいなで、もう水拭きも多分全部中に入ってるやつかな。これえぐいな、こういうのとかね、タンクとかチャイルドロックありますよとか、これは結構売れてるらしいです。まあ、こういうのもありますとかですかね。商品としてはまあそんな感じで、であとここからちょっと簡単にお得な買い方なんですけども、今回ポイントアップで1万円以上買うと対象になりまして、プライム会員だったらさら 2% アップで、アマゾンショッピングアプリから買うと 0.5% で、マスターカードもし持ってるんだったらこれで買うと 3% っていう感じ。あとまあ家電を対象のものになるんですけども、買うと 4.5% かな、この対象商品を見るっていうところから買うとっていう感じですかね。うん、まあサロニアとか、あ、さっき、あ、そうだ、ユーフィーも対象なんだね。はい、まあこれに買ってもらうといいのかなっていうね。まあもし欲しかったらですけど、まあプライム会員ですね、1個目としては。まあ、なんで月1回、まあ大体月額500円で、年額で4900円とかだったと思うんで、まあ大体月1回以上もAmazon使うんだったらもう絶対入った方がいいです。配送料がずっと無料なんで、使えば使うほどね。まああと普通にこのプライム会員、プライムビデオが見れたりとか、こういうやつですね。呪術回戦とか見るかね、普通に。やばって思って。まあこれだけでも入る価値ありそうだけど、プライムビデオ見れたりとかするんで、音楽とかリーディングとか、あとプライムフォトかな、やべえのが、フォトストレージって無制限なんですよ、しかもまあ写真の保存とかができるので、まあ非常にいいかなと思います。はい、で一応まあ紹介リンクがあるので、一応ねこのリンクから貼っておくので、下にまあ1000ポイント入るので、いったら30日以内にまあ2000円以上かな、確かなんか買い物なので、これしてもらうと1000ポイント入るんで、さらにまあもしよかったらお願いします。紹介リンク
く載せておきます。次がそのさっき言った、Amazon アプリ上から、買うっていう感じですね。まあ、スマホから、まあ、買う方多分多いと思うんで、ダウンロードして、まあ、ログインして、まあ、ただ普通にあと買うだけっていう感じですね。まあ、見やすかったら全然いいと思うけどね。で 0.5% いくので、はい、まあ、一応ダウンロードリンク、これ結構僕もね忘れちゃうんですけど、ってもらえばいいかなと思います。最後今回チャージ、 Amazon チャージ事前にして買うっていうのが今までねポイントついてたりあったんですけど、今回まあちょっと今なくなっちゃったので、今あるのが現金でチャージしてもらうと1000ポイントこれもらえます。で条件としては一応5000円以上チャージしてもらって、クーポンコード下のこのチャージするリンクっていうのがあるんですけど、ここ行ってでクーポンコードを入れて、で、まあ、コンビニとかネットバンキングとか、まあ、ATM とかどこでもいいんですけど、で、まあ、現金で支払いますと、はい、で後日ポイントが入ってくるっていうね、結構現金派で使いたい方とかはいいかなと思います。5000円チャージで一律1000ポイントですね。まあ、2週間以内に入ると、このチャージするを押すと、まあ、こういうページに飛ぶので、まあ、何でもいくらでもいいんですけど、まあ、5000以上購入ページかな、さっきのコードを入れてもらって適用をコピーして、でこのあのコードを入れてもらうと入ると思いますね。ああ来たね。でまあ確定して買いに行くっていう感じでやっていいかなと思います。ギフト券チャージ1000ポイントで、前回Amazon Music Unlimitedみたいな紹介したんですけど、今回もう一個こうやって Amazon のサービスもね結構あのお安くなってまして、 Kindle Unlimited 200万冊以上が雑誌とかね漫画とか普通の本とかが読み放題なんですけど、これ2ヶ月99円ですね。本来1960円で980円かつが99円になります。まあ3ヶ月の時とかもあるんですけども、まあ大体多分こういった時にやっとくのがいいんじゃない。1月ねこれいつだっけ、9日とかまでだったと思うんで、これあの結構使ってるんですけども、普通に本とか、まあ Kindle なんで、まあ iPhone とか Kindle 端末もいいですし、 iPad とかもちろんだし、まあ何でもいいけど Mac とかも使えるし、まあ雑誌も読めるっていうのが俺いいかな。プライム会員だとちょっとまあ読めたりするんですけど、うん、まあ多分こんな感じで何でもあるな。まあ漫画とかはちょっとねあれだけど、割とあります雑誌とかも、うん、割となんかいろいろあるな。これ読めんだ、知らなかった。読み放題と、まあ、さらに読めるんで、 Kindle のキャンペーンとかもやってるんでね、これも見てもらえばなと思います。紹介してきたんですけど、とりあえずまあ現金チャージだけやっといてもいいかなっていうところあります。お得に買うんであればね。でアプリ経由で決済すると 0.5% つくんで、まあ、特にやっぱ日用品とかはねまとめ買い結構おすすめなので、まあ、どうせ使うものだったら今買っといてポイントもらった方がいいかなっていうところあるんで、まあ、安いしね、シンプルに。で、まあ、前回の動画もねあるんで、まあ、こっちもぜひねちょっともう一回見てもらえば、こっちもうちょっとあの詳しくね説明していますので、まあ、いつもね動画ではアップル製品ね結構レビューを正直にしたりとか、こういったこのお得な情報、まあ、賢い買い方みたいなところもね、これからもねどんどん上げていきますので、こういった動画見逃したくないよって方はぜひねチャンネル登録お願いします。あとよかったらグッドボタン、高評価役立ったなと思ったら高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日、お買い物お過ごしください。バイバイ。よし疲れた。買うぞ日用品を。よしやってやるぞ。